捨てるアレックス、自分で勝負か、得意は左足、いいですよ、亀田が抜けた、シュート、日本先制点、前半の34分、アレックスから亀田に渡りました、素晴らしい、強豪ブラジルを相手に日本先制点、前半の34分、いいタイミングだね、裏をもらって、いいタイミングでボール出ました。皆さん、9年間温かいご声援ありがとうございました。たくさん思い出はありますが、やはり一番の思い出は2010年の優勝です。一生忘れることはないと思います。僕自身体は衰えたとは思っておりません。対談が決まってから前監督のストイコビッチさんからメッセージをいただきました。お疲れ様、君はマイベストプレイヤーだった、まだまだできるから頑張れと言ってくれました。とても重みのある言葉でした。僕はサッカーが大好きです。この情熱が消えない限りサッカーを続けたいです。これからも頑張ります。ありがとうございました。頭の片隅を僕のことを思っていれば、
そうですね、皆さん喜んでくれてるとは聞いてるんですけど、その人以上に僕が一番嬉しいと思います。そうですね、クラブハウスに来て、変わったところと、変わってないところもあるんですが、帰ってきたんだなという実感はすごく、湧いてますね、はい。その最終節の時に、スピーチさせてもらったりとか、胴上げとかもしてもらったんでね、そういうことをしてもらって、戻ってくるのは不思議な感覚なんですが、これからすごく楽しみな気持ちでいっぱいです。グランパスのことは離れていても、頭の中にはずっとありまして、結果の動向とかをいつもチェックさせてもらったんですけど、残念ながら降格してもらってしまったんですが、そういう中で自分に話をいただいた時に、やっぱりグランパスというのは僕にとって一番いい時期を過ごさせてもらって、僕の中では特別なクラブなんでね、そういう話を来た時点で即決させてもらいました。
名古屋グランパスでは J1 優勝、ワールドカップにも2度出場させていただき、その他にも在籍年数が一番長い分、いろいろな経験をさせていただき、今の僕の基盤となるものを培うことができたと思います。